人生初香川県に来ました。香川といえばで、ほとんどの人はこう答えるでしょう。お分かりの通り、讃岐うどん。ってことで、早速ずっとしたかったうどん巡りをしたいと思います。とはいうものの、四国さえ行ったことがないよそ者ですので、香川県でのうどんシステムが全く分かりません。ということで、郷に行っては郷に従えとことわざにもあるように、行く前に基礎の基礎からお勉強をしたいと思います。最初は讃岐うどんについての常識。2点目は今回紹介するうどん巡りのルート説明をしたいと思います。それでは讃岐うどんについての一般常識から、まず押さえておきたいのが、一般店、セルフ店、製麺所、3つの営業形態があること。一般店は通常の飲食店と同じシステムで、座席で注文し、お店の人がうどんを運んでくれるシステムです。セルフはとなると、あれこれ説明するよりも、全国うどんチェーン店でもある丸亀製麺さんと同じシステムって言った方がまあ早いでしょう。厳密には麺や出汁はお店の人がしてくれるのを半セルフっていうみたいですが、今ではもうこれが主流みたいなので、その辺は現場で判断っていうことにしておきます。次に製麺所ですが、うどんの麺の卸が本業のお店ですが、お客様の希望でうどんを提供するようになったお店。お店によって注文の仕方が違うので、初めて訪れる方は事前に調べておいた方がいいみたいです。また前のお客さんをよく観察して流れを真似するのもいいかもしれません。あと特徴としては、数量限定であったり、営業時間が短い、客席数が少なく長い行列ができたりするのが特徴です。ここからは一般的なマナーについて説明します。まず一つ目に、薬味は常識的な範囲でと説明しているものは多数あったんですが、具体的にどのぐらいかっていうのは書いている情報は少なかったです。あるブログによると、スプーン2杯分が適量ということです。二つ目は、一人一人前を注文。特にうどん巡りをする方は、複数で来店してうどん一杯を注文したりするみたいですが、やめてほしいということです。3つ目は、長居はせずに譲り合い。セルフ店は努力をしてとても安く提供していただいています。そのため、お店の回転率は命です。食べ終わったらすぐに席を譲りましょう。以上3つが守るべきルールになっています。次に、うどんのメニューについて説明します。まずは大きく分けて2つ、茹でた麺をそのままにするか、水で締めるかの違い。特徴としては、釜揚げ麺は柔らかくてぬめりのある食感になっています。水締め麺はしっかりしたコシ、またはもちもちした食感が楽しめます。次に、主なメニューは釜玉、釜揚げ、醤油、ぶっかけ、かけの5つになっています。まず釜玉は、熱々の釜揚げ麺に生卵または温泉卵を絡め、だし醤油や醤油をかけて食べる方法。釜揚げは茹で汁ごと出される麺をつけだしにつけて食べる方法。醤油は水しめ麺に醤油をかけたもの、ぶっかけはだし醤油をかけたもの、かけは温かいだしをかけたものになります。次に、かけうどんについてですが、店によってさらに下の3つに分かれています。熱々、ひやひや、ひや熱となっています。前は麺、後ろはだしと考えていただければ分かると思います。以上、讃岐うどんについての説明でした。それでは、今回紹介するうどん巡りのルートを紹介したいと思います。前の動画では、瀬戸大橋を渡り、堺で北インターチェンジまで紹介をしました。今回はその続き。まず最初に行くのは、堺出市にある日の出製麺所に行きました。昼1時間だけ営業している老舗製麺所で、県産小麦、讃岐の夢の麺は100食限定、熱い、冷たい、ぬるいから選べるらしいです。その次は南に向かい、丸亀市の中村という人気店。柔らかい麺と染み渡るつゆが特徴みたいです。かけうどん、釜玉がおすすめらしいです。3軒目は西の方へ進み、善通寺市という場所にある釜揚げうどん永田インカノカというお店です。店名にもあるように、釜揚げうどんの一本勝負の店です。県内屈指の釜揚げうどんといえばこの店みたいです。その後の4軒目ですが、一気に距離が離れて、観音寺市という場所にある浄土という店に来ました。地元産いりこだしが特徴でおすすめみたいです。しかし、最後の場所は残念ながら営業時間外でした。まさかの閉店が14時ということで、完全にリサーチ不足である自己責任です。よって今回は予定より1つ少ない3軒の超有名店の紹介です。他にもうどん巡りはする予定ですが、これ以降は旅の後半でお送りしたいと思います。とりあえず前半は先を急ぎます。それではご覧ください。
小中大って書いてますね。お並びくださいね、お食事の方、はい、熱いか冷たいかぬるいか、あ、冷たいので、はい、冷たい、小はい、小一つ、はい、ありがとう、お隣かな、お隣一番な PTTV、 はい、バックの質問お願いします。金見潤さん、左側で、冷たい、小こちらの方、はい、お肉ご注文の勝手に取っていいんですかね。はい、はい、ショート揚げですか。はい、ショート揚げ、はい、190円、はい、ありがとうございます。かけうどんのショーもある、はい、はい、かけショーです。熱いのが良かったら温めてください。230円です。ただ探します。はい、ただよ。
ごちそうさま。カマの少々。シャーで300円です。お願いします。番号1番です。1番さん、熱いお出汁ね。おうどん来てから入れてください。もう一つコップご用意お願いします。Thank you.